さしみちゃん。あ、うん。みんながお休みのうちに部室のお片付けしておこうと思って。うん。でももう少しだから。え、そんな。ありがとう。私一人だったらいつまでかかったか。さしみちゃんすごいな、テキパキしてて。ううん、自分でもわかってるの。私ノロマだから。さんですか？そこは教科書64ページの第3公式を応用して問6ですか？僕は B にしました。はい。あ、ふぐのさん、みんなで今日のテストの答え合わせをしているんです。はい。森村、ここの答えは？あ、はいはい、問7ですね。これは、え、あれ、そうでしたか？いえ、そんな。テストが終わった後の不安な気持ちって誰もが同じですから、それだけです。おう、テストの成績中くらいだったみてえじゃん。まあ人並みってのは気楽だよな。おい、ふぐの試合前の柔軟ちゃんとやっとけよ。試合、惜しかったな。フグの。あ、フグのさん、お茶ですか？はい、何です？魚がちょっと苦手です。いえ、食べられないわけでは。ただ頭がついてるとどうも睨まれているような気がして。あと熱すぎるものや冷たすぎるものが苦手で、かき氷を食べたりすると頭だけでなく、なんだか体中がキーンとなってしまって涙がポロポロ。恥ずかしいんですけど。Thank you.
のやけど。おう、刺身ちゃん。どないしたんや、急に。おう、ちょうどその日は暇でな、遊び相手探してたんや。喜んで付き合うで。あ、楽しみにしとくわ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よう、買い物か？あれ？今日限定シューズの発売日だったからな。早朝から並んでやっと手に入ったんだぜ。で、今はその帰り。まあな、苦労して手に入れたもんはやっぱ最高だよな。今日は俺このシューズ抱いて寝ちまいそうだよ。じゃあな。ふぐの。紳士淑女の皆さん、本日はようこそこの天の橋邸へ。どうか皆さん、今夜はゆったりとおくつろぎください。そして心ゆくまで楽しみましょう。このクリスマスイーブを。メリークリスマス。メリークリスマス。フグーノさん、あなたも来てたの？来なきゃ損ね。いいわね、その服。クリスマス満喫してますって、そんな感じ。君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。うん、ウグーノ、君が持っているプレゼントは私が出したものだ。確かに。しかし待ちなさい。単純に出席者の数から割り出した確率でこの現象を説明すると、ウグーノ、正解だ。
君の選択は完全に正しい。極めて合理的かつ洗練されたデザインだ。私の思考とも完全に合致する。遊び相手探してたんや。喜んで付き合うで。あ、楽しみにしとくわ。姉ちゃん姉ちゃん、入ってもいいか？届いてるぞ、年賀状。ほら。なあなあ、届いたの男からか？よ、ふぐの、明けましておめでとう。じゃ、行くとすっか。うわぁ、人人人って感じだな。じゃ、俺らも賽銭箱まで気合い入れて突破しねえとな。